本川橋とは、新潟県津市の信濃川に架かる、新潟県道百六十五号、見つ分水線の橋長百八十8点零メートルのニール線道瀬橋。園主に架かる信濃川の橋である、共用中の橋は三代目、長岡市中の島地域と津市分水地域を結んでいる。すぐ上流に信濃川と大川津分水の分岐点があり、信濃川に荒い関、 大川津分水側に大川津河道石がある。河川流路、道路線形のため車角が70度あり、落雪を避けるために平行原形式を採用した。アーチ部の高さは33メートルあり、田園地帯である越後平野の中で目立つランドマークになっている。1934年に、それまでは都線に頼っていたところに目標を加強した。 翌1935年に橋町128.7メートル、幅5.5メートルのワーレントラス橋に架け替えられた。この橋は老朽化のため1981年に14トン、1984年夏頃から10トンの重量制限が行われていた。老朽化に伴う対策として、下流側にある新潟県道256号分水境線の1万森橋を架け替えて、 これを大体今日とした後、元橋の掛け替える見通しであったが、元橋の老朽化が著しいことから先に、元橋の掛け替えを行うこととした。掛け替え事業は1986年度に事業化され、荒い関改修や河川行政との兼ね合いから着工が遅れていたが、1998年4月7日に着工され、2000年5月17日に開通した。 当初の掛け替え計画では、12メートル下流に橋町191メートル、幅12メートルの予定であったが、橋町185メートル、幅14.5メートルのものに変更された。ありがとうございます。